きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、2023年やっとです。はい、6年ぶり、はい、WBC です。はい、本当だったらね、あの2021年に開催される予定だったんですけども、うん、はい、コロナでね、うん、中止になって、はい、じゃあ2022年にすればいいんじゃないのかと思った人もいたかもわかんないですけども、うん、あのメジャーの選手会とメジャーリーグは労使協定することになって、はい、その、ね、期限が切れて労使協定する中で WBC なんてできないと、うん、でしかもこの22年メジャーは開幕遅れたっていうところもある中で、はい、まあ元々できないから2021年がダメだったら23年するしかなくて、はい、でまあそれがね、もうまあ無事にね、うん、開催、されそうですけども、はい、ルールがまだ今回まだ複雑で、はい、あのまあ予選を5チームでリーグ戦するんですよね。日本は日本、韓国、中国、オーストラリアで今予選してるんですよ。パナマとかあのドイツとかが、でそれを勝ったところが入ってくるんですけど、第1次ラウンドはプール B で東京ドームで5チームとリーグ戦をして、上位2チームが2次リーグに進むんですよ。で2次リーグには台湾でキューバ、イタリア、オランダで、ここまあ予選国出てくるんですけど、はい、で勝ったチームがまた上位2チームが来るんですけど、その1次リーグ A グループの1位と B グループの2位、うん、B グループの1位と A グループの2位が対戦するんですけど、うん、はい、そこがもうベスト、2、4、6、8チーム出てくるからベスト8ですね。ベスト8か、ベスト8で、はい、そこで負けたら終わりですベスト8からもう1回目から終わりになっちゃうと。へー、はい、ベスト8でそこからやるんですよね、はい、でそれでもうそのベスト8のだから要はもし B グループ1位で出ても A グループ2位のチームに負けたらもう終わりです、はい、だから要はリーグ戦は1次リーグだけで2次リーグから一発勝負のトーナメントになるんですよ。もうこうトーナメントになっていっちゃうんですね。だからそこはもうすごい難しいよね、はい、で1回勝てばその2次リーグの決勝になって、うん、この時点で両方出れるんだけども、はい、ここで勝った負けたによって CD グループから来るチームの1位2位とまた続きかけになるから、うん、なんかまあ重要なんだよね、はい、全部勝っていかなきゃいけない、うん、でもリーグ戦の方が日本としては勝ちやすいんですよ、はい、それなんでかっていうと、うん、強いチームっていうのは何度も戦う方が絶対に負けないんですよ。あー、勝率が良くなるってことですか。そうです。やっぱ強いっていうことは、ま、負けたとしてもそんな大敗しないじゃないですか、連敗してね、うんうん、でもトーナメントっていうことは足元救われる可能性あるから、能力値高くても一発勝負で負けるって可能性あるから、はい、今回のねルール自体は日本にとったら結構今までよりもマイナスです。そうか、まあ、いくら強くても負けることはありますもんね、はい、で負けたら終わりだからリーグ戦の場合は負けたとしても1回別にその中で1位2位だったら次に進めていくから、はい、今までは準決勝から一発勝負だったけども、うん、今回は2次リーグのベスト8から一発勝負になるから、はい、結構ね、うん、慎重に勝つ、あとローテーションも非常にちゃんと決めて進まないと、うん、結構難しいとか。そうですね、うんうん、だからアメリカ本土に行く前に、あ、終わっちゃう可能性もあるって、うん、フロリダに行けないか、おーっつってフロリダに行けないで終わってしまう可能性も、でもこれはあの第3回の2013年大会も、はい、あのイバスさんの盗塁で勝ったけど、うん、あれなかったらブラジルとかにも下手したら負けてたからね、はい、台湾とかにもね、うんうん、あれもうイバスさんの鳥谷のね、鳥谷選手が投入して今サウンタイとか、そこが負けてた可能性もあるから、うんうん、だからそういった意味では、まあ、今回もね、あの厳しい戦いになるけども、はい、まあ、日本はね優勝できるんですよ、はい、きっちり、うん、ミスさえなければ、はい、2013年も17年も最後は結局ミスで負けたっていうところでね、うん、まあ、しっかり戦える、はい、はい、はい、ということで今日はですね、はい、侍ジャパンを選ぼうっていう現時点で、はい、仮にバッチャーがだから怪我もなし、うん、今怪我してる選手も怪我してなくて、まあまあ普通の状況を戦ってて、うん、で今の成績で、うん、で、まあ、この週末ぐらいに試合があったら誰選ぶかっていうところで、はい、全体的に28人です、はい、前回、2017年のメンバーの人数で考えると侍ジャパンメンバーは28人、はい、でピッチャーが13人、先発6、リリーフ6、そしてどちらもできる選手1人、はい、で、キャッチャー3人、これキャッチャーも3人入れないといけないです、はい、で、内野6人、外野6人っていうところが前回の布陣だったんで、まあ、今回もとりあえずこの布陣になぞって誰を入れるか決めていこうっていうところで、はいはい、そうですね、だからまあ各で先発で言えば大谷は投げるのか投げないのかっていう問題が、そう、 WBC だからメジャーリーグ入れるんですね。そう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 、でなった時に、まあ、まず一番考えなきゃいけないのが、はい、本人も行けなくて行きたくて、はい、球団も OK の選手しか選べないね、はい、うん、だから全員が行きますよと選ばれたら、うん、球団も OK ですよっていうのを前提にして選ぶと、はい、なった場合は、はい、まあ、
ピッチャーはね、うん、先発6人、はい、大谷は多分ね、うん、投げるのは準決勝からだね。わあ、そうですか、うん、だってまあそもそも予選は5試合、5チームだから4試合ある4試合で、その後ベスト8やって、ね、もう一回その1位に争うためのやつやらなきゃいけないから、はい、でそれ終わってベスト4決勝だから2次リーグからは4試合だから最大8試合、あ、全部で8試合、うん、優勝するためには8試合、8試合と、はい、いうところで、まあ、先発を考えていくとね、はい、今現状、まあ、でも1人目大谷さんですよね、うん、でも常に投げないから大谷は野手で見とく方がいいよね。あ、そっか、野手で入れるかピッチャーで入れるか、うん、これ DH だからね、はい、まず一番簡単なところでキャッチャー選ぼう、3人、そうですね、はい、キャッチャーはそうだね、中村だね、はい、やっぱり、うん、ヤクルト、ヤクルトで、まあ下位だね、はい、ここは入る間違いなく、うん、であと1人よ、はい、これもうセバで入ってるから、はい、もう誰でもいいのよ、はい、この中で次誰選ぶかが重要な問題になってくるんだよ、うん、はい、それじゃあピッチャーのバランス、いや、ここはもう決まってるんですよ、うん、分かった、誰、木野拓、まあ普通に行けばね、はい、坂倉なの、ああ、そういうことか、まあ、あの複数ポジション守れるから、キャッチャー3人だけを持つって、はい、うん、あのまあ、何かあった時に行かなきゃいけないからいるけども、うん、はい、やっぱそこの1人も有効活用したいってなった時に、うん、坂倉を入れとけばファーストでもサードでもキャッチャーでももしくは外野でも出れる、はい、うん、もちろん DH でも出れる、代打にもいけるっていうところで、まあ、この、ね、坂倉をいる、そうですね、このユーティリティーサーで、うん、はい、広田君もいいけども、うん、こうユーティリティーサーも大事だから、はい、こう坂倉からっていう、ね、はい、分かりました、今現状を考えると、はい、こう里崎的には、うん、で、内野サードはもう村上でしょ、はい、そうですね、サードもういろんなし、でショート、はい、これも坂本でしょ、はい、まあ、怪我がないっていう、ね、そう前提で、セカンド、はい、まあ、これはもう山田かな、山田、うん、菊池、マキ、いや俺は山田だね、山田選手か、うん、はい、ファースト、はい、もう誰、ここがね、はい、問題なのよ、うん、誰を選ぶかっていう、はい、俺は大山、おおそこ来ました、でなんなら、はい、サードもレフトも守れるから、ああ外野もできる、外野も内野もできるし、うん、まあ、いろんなところのポジション変更もできるから途中からね、はい、ダイソーとかになって守備変更しなきゃいけなくなっても対応できるっていうところでは、はい、ファースト大山で、あと2人選べるわけよ、はい、ベンチをね、うん、これはちょっと後で考えよう、はい、で、あと2人、レフト、はい、センター、ライト、はい、ってなった時にセンターは塩見だね、足もある1番右っていうね、はい、ところで、うん、俺はもう塩見を押した、はい、ライト、うん、これはもう鈴木誠也、おー、あ、そっか、メジャーリーガー、うん、メジャーね、はい、でレフト、はい、これも佐野、首位打者、はい、を押したいね、はい、で、はい、ここからが重要で、はい、外野はあと3人ってなった時によ、はい、やっぱり、はい、これは入れなきゃね、いや、私が入れてほしい人言っていいですか、うん、吉田正尚選手、そうだね、でもちょっとそこはあの入ると思うんだけど、はい、それよりも入れときたいのがいる、ね、まだいます、うん、え、誰だそれ、松本剛ね、おお、足もあるし、はい、守備もいい、まあ怪我は今はないという感じ、ね、うん、そう俺たち首位打者よ、はい、右でこう入れておきたいね、めっちゃヒット打ってますからね、うん、で続いて、はい、まあ、秋山ね、ああ、やっぱメジャーも知ってるしね、はい、広島ですね、うん、はい、で、あと1人よ、あと1人しかいないの、うん、え、吉田正尚選手、うん、柳田選手、え、だと誰、でもまあ、 あのいつものベストナイトのヒットはこの2人ですよ、うん、だから吉田、はい、柳田、はい、近藤、ああ、そうだ、で近本、はい、あとはまあ大島ね、中日で言えばね、あ、まあそうですね、3割打ちますからね、まあ、これぐらいかな、うん、うん、まあ、目立った活躍をされてるってなると、うんうん、まあ、この中の誰かがね、はい、誰選びますかっていう、それか、ここにいる人たちを外して誰か入れなきゃいけない、そうですね、うん、誰いきます、これはもう吉田だね、あ、俺的には、はい、こうでも、はい、柳田とか入んないんだよ、入んないんですね、もう入るとしたら6人だから、この中から誰かを消去しなきゃ、はい、だから現状のね、うん、考えて現状の首位打者2人、はい、佐野、うん、
松本、はいね、でやっぱ鈴木誠也メジャー、うん、で秋山メジャー、はい、で塩見の足、うん、センター、はい、足も使いたい、うんね、で吉田、はい、いや俺にとっては結構いい布陣なんだけど。おお、なるほどなるほど。でもそうですね、こう大きいの打てる選手は、まあ、村上選手もいるし吉田選手入れてるし、で何と言っても大谷いるからね。あ、あれ大谷選手はどこ DH で入れ、どこで入れるんですか。もうピッチャー の中立っていうところに入れるどっちもできますよみたいな。なるほど、うん、はい、野手で入れるんじゃなくても、うんうん、ピッチャーの方でね、うん、で野手はね、はい、あと2人よ。そうだと内野内野、うん、ってなった時に、はい、やっぱりここで、はい、くんのは、はい、え、誰だ？源田でしょ。あ、まあ、どこのポジションでも守れるから、はい、やっぱり、うん、まあ、控えって言ったらあれだけども、はい、大事だね。そうですね、うん、で、菊池。なるほど、これだね。いや、なんか6人って少ないですね、うん、でもこうなっちゃうの、28人だから。ここでね、はい、もしあと選ぶとしたら、うん、で岡本ね、はい、でまあ、吉川ね、はい、巨人だと、うん、DeNA だと宮崎真希ね、はい、で阪神だと中野ね、うん、はい、広島だと、うん、まあ、広島の内野は、まあ、菊池がね、うんうん、だけども中日、はい、まあ、中日ちょっと内野いないね、うん、でロッテちょっと内野いないね、はい、でまあ、西武だと源田ね、はい、山川選手もまあ、あ、山川 ね、うん、で日本ハムだと、まあ、内野、うん、まあ、代表までなかなか難しいね、うん、ソフトバンクだと、まあ、今宮もあるけどもちょっと今なかなか厳しいね、うん、オリックス、はい、まあ、ちょっと内野は入ってこない ね、 そうですね。で楽天、浅村選手、浅村だね、てなってきた時に、まあ、もうあと問題は大山入れますか、はい、牧にしますか、はい、だから大山のところが大山なのか牧なのか浅村なのか、はい、この3択よ。そうですね、うん、まあ、ホームランは大山選手も今すごい打ってますし、うん、あと打点も、打点もね、すごいからね。大体だって今あれですもんね、結構トップ入ってますからね。うん、あと山川にしますかっていうね。そうなん、打点でいうと山川選手も浅村選手も結構いいところで打ってますから、ね、うんうん、からそこをどうするかなのよ、はい、だから、まあ、大山を牧か浅村か、はい、どうしますかっていうっていうところ、まあ、他はじゃあもうがっちりって感じですね。そうだね、うん、で今の頑張りだと、まあ、大山をね、うん、まあ、入れても面白いんちゃうかっていうところで、うん、で、まあ、村上もファーストできるしね、はい、で坂倉もファーストできるし、うん、で佐野もファーストできるから、うん、最悪ね、はい、っていうところかな、はい、で山田もファーストできるしね、うん、じゃあピッチャーいきましょう、うん、ピッチャー、はい、先発、はい、6人6人ってなった時に、まあ、じゃあ巨人で言えば、うん、まあ、今一番投げてる戸郷か、はい、でヤクルトだと高橋奎二とか小川ね、はい、で中日だと柳大野、うん、で阪神だと青柳、青柳、うん、西、うん、で広島だと大瀬良森下、うん、とこだ、はい、でソフトバンクだと千賀石川、はい、で西武だと与座高橋光、うん、でロッテだと佐々木朗希、はい、で日本ハムだと加藤伊藤、うん、上沢、はい、楽天だと則本マーク、うん、でオリックスだと山本山岡田島、はい、うん、かな。田島投手最近いいですからね。先発でいうとまあまあでもそのことでよ、はい、うん、でここ中立の一人はもう大谷だから、はい、てなった時にまず一人目ね、はい、ダルビッシュね。おー、忘れてたあーそうだ、メジャーリーガーいたまだダルビッシュでしょ、はい、もちろん。しかもこれ外野筒香もいるからね。そうですね、アメリカには、はい、まあでも入れてないんだけども、うん、ダルビッシュね。ダルビッシュ、はい、ダルビッシュ投手で、うん、続いてやっぱ青柳ね。はい、そうですね、うん、もうここは硬いですね、うん、ね、そこで山本ね、山本投手、うん、やっぱ左入れときたいね、はい、ってなった時に、ね、まあ大野だね。ああ、佐々木朗希どうすんだっていうね。いや、そこですよね、うん、入れときたいね。入れたいです。でもね、佐々木朗希は行かない方がいい、うん、そうですか。まずよ、今年も、まあ、豆とかいろんな問題あるけども、球数制限100球っていう中で、はい、ローテーションを、まあ、きっちり守れてないわけじゃんね、はい。でしかも2月の状態でもう万全にいなきゃいけないけど、はい、いけますかっていう。まあそこまだ安定してないところで、しかもボールが変わるから、うん、メジャー級に、はい、ってなった時に肘肩負担めっちゃあるのよ、はい、怪我するでしょっていう、うんうん、だから行かない方がいいっていう、俺は、はい、まだしっかり仕上がってないから、うん、だからまあ多
本人行きたいかも分かんないけど、俺は球団、俺が球団だったら絶対ノーっていう、怪我するリスクはかなり高い。そうなんだ。だって2月の1日にもう試合投げれる状態でいなきゃいけないから、はい、でオフなんかなく、うん、ガンガンやんなきゃいけないから、俺はもう身をもって分かってるけど、それでそっからすぐシーズン入んないといけないんですね。そうそうそうってなった時に、うん、ちょっとリスクが高すぎるから、うん、俺が球団だったら生かさないから、はい、佐々木朗希はもうこれには入れない、入れない、ほう、生かさないと思うから、はい、そこは、うんうん、いけるんだったら入れたいよ、はい、でこう今 1,2,3,4 人でしょ、はい、あと2人、今セリーグ2人、山本投手だと、うん、うん、そうですね、あと2人先発、まあ、なったらメジャー千賀ね、はい、千賀投手ですね、うん、ちょっと最近バランス悪いけどね、うん、あと1人、さあ誰を選ぶ、山岡、おー、はい、です。その心は、まあ、変化球も多彩だしね、はい、あんまり緩急でってメジャーリーガー抑えれんのかなっていうところもあるから、うーん、そういったことではまあ緩いのも変化球も速い変化球もあるし、はい、まあ、ここは山岡、あとリリーフでも使いやすいしね、おー、なるほど。でここからリリーフ6人、はい、ね、これはもう抑えは、はい、大勢です、はい、大勢、うん、栗林、これのまあ硬いですね、ここは硬い、はい、2人ね、はい、でリリーフ、リリーフ今年で言ったら、まあ、でも湯浅投手とか、うん、浜地、湯浅、岩崎、うん、伊勢投手、うん、伊勢、山崎康明、平、はい、あ、水上、うん、又吉、松井裕樹投手も入れてほしいな、またよしか、サイドね、またよし、サイド、まあ、怪我がないという前提です、うん、左いるよな、はい、松井裕樹投手、松井裕樹でも入ったことあんまないよね、あれ代表ないのか、WBC ある、ある、WBC 前回は入ってる、ね、日本代表はありますよね、うんうんうん、だから左誰いるの、松井裕樹でしょ、はい、森浦とか、加山、高梨投手、まあ、高梨、高梨いいね左のサイド、サイドで、はい、いきなり出てきたら打たれへんやろ、まあ、慣れてないっていうのではそうですね、うん、高梨、おお、松井裕樹やな、はい、あと1人、あと1人、まあ、今左が2人入ったんで、じゃあ右ですか、うん、でも右3人いるしね、まあでも左そんないないもんね、うん、そうですね、今見た平投手、平かな、平か、あの今年の感じだと湯浅投手とかいいですよね、あとまあ岩崎いるからね、あ、そうか、岩崎投手も、うん、湯浅、平、まあ平か、はい、ね、これで6人、これかな、はい、里崎ジャパン、はい、明日、今週末あったら、あ、今週末あったら、怪我はしてないけど、うん、今週末あったら、うん、あったらね、はい、いやでも難しいね、いや難しいですよ、これ選ぶのって大変ですね、うん、でもあれだから、うん、好みだから、はい、何でもいいのよ、そうですね、うん、これ他の方が選んだら、だって候補ってこんなにいっぱいいるので、そうだって別に本当ね、うん、ここでだって柳田入っても筒香入ったとしても、はい、近本入っても、うん、まあ、別に正解だからね、はい、ファーストが牧になっても、うん、ね、あの里出るが入ってきても、はい、正解なのよ、うん、里崎ジャパンだったらこのメンバーってことですね、そうだね、うん、これで行きたいね、はい、あれですね、やっぱりピッチャーのところに大谷投手、ダルビッシュ投手がいるっていうのがちょっと胸熱ですね、うん、打順決めよう、お、1番センター塩見、2番指名打者大谷、おお、2番に置きます、うん、へえ、3番ショート坂本、おお、4番サード村上、5番レフト吉田、佐野だった、6番、はい、ライト鈴木誠也、7番セカンド山田、8番、はい、キャッチャー中村、うん、9番、はい、ファースト大山、おお、誰が何番でもすごいね、そうですねめっちゃ豪華です、うん、はい、誰が何番でもすごい、うん、あのもうあの8番大山、9番中村にしよう、あ、8、9入れ替えですね、うんうん、はい、誰が何番でもすごい、うん、でこれはもうね、もう松本、秋山、吉田いるしね、うん、そうですね、源田、菊池いるし、はい、もうそれは誰がなってもいいね、うん、誰がどう守ってもね、はい、だってセンター秋山もいけるしね、うん、
レフト吉田もいけるし、はい、あと中松本もねどこでも出れるし、源田菊池もいるからね、はい、これだね、はい、だダイソー源田松本いけるからね。あ、そうですね、うんうん、ダイソーで使えますしね、うんうんうん、まあ、皆さんもね、はい、ぜひ一緒にやってね、はい、楽しんでいきましょう、はい。